皆さんこんばんは。カフェコアラのお時間です。この番組はインターネットのコアラがお届けしております。ホームページ天神 .coala.or.jp コアラは COARA です。私たちの映像付きの生放送がインターネット上でもご覧いただけます。本日の司会進行役は私梅野澄子と小野徹です。藤井芳恵です。よろしくお願いします。今日はもう一方ね、ゲスト、バンビーノのバンビーノラジオの佐伯美香さん。はい、こんばんは。こんばんは。はい、よくいらっしゃいました。はい、美香さんのことはね、後でまたゆっくりとお話聞くとして、はい、まあ、今私たちのね、このコアラスタッフのこの、ね、メンバーの中ではさ、やっぱ土曜日の話題がいっぱい、今いっぱいだよね。はい、うん、でもそれラジオ聞いてる人のちんぷんかんぷんだか分かんないから、はい、藤井さんちょっと紹介してよ。はい、土曜日にですね、福岡音楽ポータルサイトっていう、市が主催している音楽サイトがあるんですが、そこの制作事務局をコアラがやってるんですよね。それでそこの音楽ポータルサイトの主催の初イベントが福岡市役所前の西広場で初回無事終了しました。前回のラジオの時にはね、その出演者カスタロフトの人たちに出てきてもらって、紹介したんだけどね。はい、で今日昨日かと土曜日のことだから日曜日の西日本新聞のね、首都圏版のところかな、都市圏版のところかね、カラーでからさ写真ボンと言ったね、動画配信されるって書いてましたよ、近日中に。そうね、だから早速ね、写真塗ったカスタロフトの人、この前来た人からメールが来てさ、新聞にも載った、かっこよく載ったとかね、載ってました、嬉しかったとか言ってましたよ。本当イベント成功でしたよね。たまたま8月からね、市がああいった広場を文化的なことに活動に、開放しようかって言った時にね、僕たち喜んだよね、使えるってね。で早速藤井さんね、はじめみんなにこう企画してもらったんだけど、結構人が集まったよね。集まりましたね。初回にしてはもう本当十分ね、またね、次になんか次のステップになりますよね。なるほどね。はい、天気も良かったしね。それから僕面白かったのは、市の担当の人たちがね、机を運んだりとかさ一生懸命やってくれてんじゃないそうなんですよ。で考えてみたら彼らはね、ミュージックシティ天神でさ、ほんの1週間ちょっと前までさ、同じようなことでからずっと働いてたわけでしょ。ですぐまた続けてやったじゃない。だけど嫌な顔一つせずさ、一生懸命やってくれてからさ、よかったよかったって書いて喜んでるもんね。でも担当の方たち自分たちが結構楽しんでますよ、見てたら。そうかそうか、ね、なるほどね。いや、本当立ち止まって聞いてくれる人もいれば、音源をね買ってくださった方もいっぱいいらっしゃったし、本当に嬉しかったですね。4つのバンド、178と、それからカスタロフトとノントロッポ、テイントン、4つともみんな特徴があったからね。そうですね。ノントロッポもさ、なんかやり始めたらものすごく乗ってたね、なんか。そうですね、気持ち良さそうですね。あれもびっくりしたし、僕はテイントンが今回初めてだったんだけど、歌声がいいね。そう、上手ですよね。上手って言うと失礼だね。いやいや、ほんと。それでさ、あ、なるほどと思っちゃったしね。だからみんな立ち止まるような雰囲気だったし、よかったと思うよ、僕は。バンドの人たちもね、喜んでくれてました、本当に。あ、そうね。焼肉食べ行ったんですか？まあ、行きました。ホルモン食べた。お疲れ参加しました。やっぱり行ったんですね。行きました。マルチョを食べました。というようなことでね、実は佐伯美香さんも、土地で見に来られたよね。はい。どうでした？よかったです。なんか普通の通行人の方が立ち止まってるのを見て、あ、すごいなと思って、ライブハウスじゃないと見れない人たちを見れることがすごいと思いました。そうね。ライブハウスに行くというのはほど通っていうかね、その方面に行こうとしないといけないけどさ、ね、近くを通ってる普通の人たちと普通と怒られるね、ね、そこが立ち止まっていくんだからね。特にあそこ人通りが多いですしね、買い物がてら本当。天気良かったね。ね、天気良かったですし、ね、夕方ちょっと心配な、雨降りそうで心配だったけどね。そう、ドキドキしましたね。でもおかげで、そうだよ、藤井さん突然僕にさ、司会してなんて言うからさ、え、何これって、なんだこれはってそう、司会、最初から最後までね。ね、しょうがないよな、本当。ああ、してると思います。だから、あのちゃんとやっぱ、あれだな、今度は音楽担当の人たちがやれるようにならなきゃいかね。そうですね、ね、ちゃんと、はい。ということでね、楽しかったことを含めて、じゃあ今日来られてる佐伯美香ちゃん、バンビーノラジオの曲を紹介してもらえますか。
はい、バンビーノラジオで桃色エレジーです。この曲覚えやすいね、なんかイメージとして、うん、ワルツだから。ワルツは三拍子なんです、ね、ずっとワルツ、途中でなんか変わってない、途中でちょっと変わって、でもサビとかは全部ワルツ、ワルツだよね、はい、ワルツを思いっきりよく気持ちよく歌ってね、可愛いですね、声ね、え、これどういったバンド編成でやってるのかな、これは、女の子の、ベースが別にもう一人いてあとドラムが男の子で、うん、私がギターボーカルをやってます。うん、 歌声は一人だけでやってる。歌声は一人です。お、はい、気持ちよく歌ってるね。ねえ、うん、はい、バンビのラジオってどういう意味なんですか。意味は意味は後で調べたら、はい、バンビーノっていうのはなんか子供とかそういう意味らしいんですけど、はい、それは知らずに
なんか可愛いかなと思ってつけた。うん、星は白星は白星はいやその時はあんまり星の人がいなかったので、つけた方が覚えやすいかなと思って視覚的にでつけました。うん、はい、ラジオっていうのは、うん、ラジオは、うん、バンビーノだけだったら覚えてもらえないかなと思って、うんうん、ラジオを別につけてみました、うんうんうん、バンビってね、小鹿があるじゃね、そうね、とても可愛いというね、はい、で確かにあの、佐伯さんはさ、はい、ちょっとまあ小柄小柄、ね、可愛い、ちっちゃい、ちょうどいい名前つけたもんだな、うんうん、よかったよ、素晴らしいバンド名ですね、はい、ずっと福岡に住んでるの？はい、ずっと福岡に住んでます。生まれも？生まれも。うん。はい。じゃあいつぐらいからこういったバンド活動？はバンドっていうかギターを始めたのは高校生で、うん、大学に入ってからバンビーのラジオを始めました。今学生？いや、卒業しました。びっくりしたな。で今は何？じゃあ職業っていうのは何？職業はアルバイトで。うん、ジムのアルバイトをしながら、はい、ということはやはり音楽を本格的にやろうとしてる形だね、さすがね、うん、なかなかそうあのね、福岡の状況っていうのはさ、ご飯すべて食べれるっていうのはなかなか難しいでしょ、うん、ね、はい、でもまあ福岡市がさ、さっきの話じゃないけどさ、うん、ああいうとこから応援するってのは面白いね、はい、うん、次やってみなきゃいかんね。イベント活動は どういうふうにやってるんですか？イベントは自分のイベントがあるんですけど、うん、バンビーノラジオのカマーカマーカマーっていうイベントが2、3年ぐらい前からやってて、うん、時々年に数回あるんですけど、それが今後もやっていこうかなと思ってます。うん、具体的にはどんなことやってるの？はですね、最近決めたルールが、うん、その各バンドに、お題があって、アイドルの曲とかアニメソングとかを一曲カバーするように最近はなってます。何をしたんですか？最近は TOKIO の曲を歌いました。楽しかった。 TOKIO の曲とか知らない。そう、ちょっとアイドル、私の時のアイドルは、うん、TOKIOはギリギリみんな知ってるので。若いね。TOKIO をやります。 TOKIO って最近じゃないですか。 TOKIO のデビュー曲をちょっとやりました。うーん、そうなんですね。みんなじゃあ結構そういう曲、そう、なんか TOKIO って意外に楽しいんですよ、やると。あ、そうなんですか。うん、なんかでもバンド構成、そう、バンド編成だから、うん、そう、すごい楽しいんです。なんか TOKIO がこうやってる気持ちが、お尻がプリプリしてる気持ちがすごい分かるの。やってたら分かりたくない。漫画の曲はしないんですか？漫画の曲はずっと前にタッチの曲をやりました。タッチね、タッチ、うん、漫画知ってるぞ。今度あれですよね、東京のレベル、ジョンというレベルからリリースが、はい、決まってる。はい、そうです。そうです。さっきの曲も出すの？はまだ中身は詳しくは決まってないんですけど、うん、多分入ると思います。じゃあもう一曲聴いてみたいんだけど、次はどんな曲になる？それも出すかな？多分自分たちとしては入れようかなと思ってる。うん、はい、じゃあ曲紹介してください。はい、バンビーノラジオでテルスター。
なんかすごいね、うん、さっきの曲はさ、ギターをね気持ちよく歌ったと思ったら今度ギターを思いっきり弾いてんだね。そうなんです、それを狙ってこうギターを面白い感じでやろうかなと思って。結構のハードなプレイができるんだな。プレイが良かった、ねえ、さっきはこうか弱い か細いなおかしいな、ね、バンビーノだから、うん、そういう感じでしたけどさ、うん、今度違うね、なんか、はい、面白いな、うん、これ歌の歌詞は意味があるんですか、あの名前とタイトルと。これはあんまり中身は意味がなくて、うん、こう響きで響きで誰が作ってるんですか。これは私が作ったんですけど、ところどころあのベースの子に手伝ってもらったりして作りました、うんうん、あのギタープレイなんてのはどうやってからずっと練習してるの。どういうとこで、うん、いやどういう風にして編み出してるのかな。編み出すのはこう目をつぶって、うん、こう観客をイメージしてやるとできます、うん、なるほどね。なんかやはり好きなアーティストとかやっぱあるの。好きなアーティストはあのストゥージスっていうあのイギーポップが昔やってたバンドが元は好きなんですけど、うん、あんまりそれは影響されてないような気もするんですけど、あそうなんかそういうなんかちょっとなんかになんていうのかちょっと変な感じのが、うん、変なのが好きで藤井さんのねあのギターはね結構ハードなんだけどさ、ね、私ハードですか音が、音がな、僕藤井さんのステージ見に行くとさいつもお尻見せられてね横向いてやるんだよね、まあだけどさ、女性だからこんなにこうハードな人珍しいんじゃないかな。そうでもない、うん、今、最近は。ミカちゃんですか、うん、そうですね。いや、そんなことないよね。本当、やっぱり女性強くなってんだ。うんね、でも、小さいのに、こう、あって、こう頭は、ってね。動かしながら。なんかあまり動きそうな感じがしないよね。こう、ちょこちょこ、ちょこちょこ。うん、動いてるよね。そう当然あのバンビーノラジオというのは福岡音楽ポータルサイトの中で紹介されてるんでしょ。もちろん、ライブの映像も見れますので、うんうんうん、ホームページもありますね。そうあと、はい、先月発行の動画新聞の方で、ね、インタビューもね、うんうん、はい、うんうんうん、あの福岡音楽ポータルサイト見てくれてる。見て興味ます。インターネットはしてるんですか。インターネットはしてるんですけど、はい、あのドクターコパンのページしか見てないですね。なんでドクターコパンなんですか。風水大好きなそうなんだ。だからさっきピンクはねすごいね、うん、いいんだって。福岡音楽ポータルサイトも見て、はい、それから天神コアラも見る。はい、わかりました、ね、このラジオのね、うん、この映像はコアラの中から見れる。見れる。そう、うん、しかも明日はオンディマンドでね、いつでも見れるようになるんだから。あ、うん、ね、じゃあ、ね、うん、お気に入りに入れときます。そうそうそう、であちこちに PR する、はい、ついでに、はい、ね、宣伝、うん、お知らせしておきます、ね、そうそうそう、うん、さあ、これから先どうするの。どんなこと考えてる。これから先はですね、うん、そう、メンバーがちょっと新しくなったので、来月また音源を自分たちで撮って、うん、でそれを持ってまた来月、再来月とずっとライブがあるので、ライブに持って行って、うん、それから来年またちゃんとリリースがあるので、それに向けて頑張ろうかなと思ってます、うんうん、メンバーがいてのさ、編成を変えるってこと。いや、ドラムの方が新しくなったんですけど、うん、男性、また男性なんですか。はい、かっこいいですか。あのそれ何ポイントですか。バンドを組むにあたって、ね、私はあのギャルバンしかしてないじゃないですか。でいいなって。あ、時々そう思う、ね、変身したらいいじゃないですか。いや、いいです。クレアなんで。そう、今音がかっこよくいいって言ったのか、それともルックスがかっこいいって言ったのか。いや、ルックスまでも 見ちゃいますよね。ね、うん、かっこいい、ギターの人かっこいいとか。見るときはそればっかり。ちゃんと音楽も聴いてね、はい、それがないと音楽に行けないです。あなるほど、ルックス買いくわけね、はい、最近するイベントは。最近近日は、次ライブが、はい、来月11月23日に、うん、その初めて新しいドラムの人でライブをCB の3周年イベントでやります、うんうん、もう3周年になるんですね、です CB って。はい、毎年出てるので。そうなんですね、はい、うん、
いろんなも書き物とかしてる、書いたりとか、ホームページにいろいろ書いてるんだな、したら。そう、なんか日記がありましたよね。そう、そう、東京に行った時の日記を作ったり、こっそりしてます。うん、コーラの中にも書き込んで。あ、わかりました。福岡音楽ポータルサイトの中にも書き込んで。あ、わかりました。書く人大歓迎だね、藤井さんね。そうですよ、大歓迎。書きます。はい、これで一人、今日は一つゲット。ゲットです。横から見たら可愛いです。横から見たら、正面見たら可愛いと思うんですけど、目がなんかすごいんですよ。そう、バンビーノのね、ベースの女の子もすごく可愛いんですよ。あ、そう。可愛さで。僕は男性だから、じゃあその大事にしようかね。ね、ぜひともあのラジオをお聞きの方々は、ブロードバンドでインターネットで、はい、この番組。今から帰るの大変だろうなと思いながらさ。気をつけて帰る、はい、ね、うん。大丈夫です。雨さえ降ってなかったら大丈夫です。うん、はい、で、かつね、こうやってから音楽ポータルサイトのイベントにも来てもらえたし、はい、今週はね、ちょっと私たち意気揚々で頑張れるね。はい。焼き肉食べたし。そうですよ。オンデマンドでもこ